ジャカルタのクラックテロール売り。クラックテロールとは、インドネシアで食べられているスパイシーなオムレツの一種。もち米を卵と一緒に焼き、セルンデニア、揚げエシャロット、干しエビをトッピングしたもの。コースの一品ではなく、それだけで軽食となる、屋台料理である。ジャカルタの先住民である、ブタ美人の代表的な伝統料理だが、食の産業化や、都市開発が進んだことで、近年では、 日常的に食べる機会は少なくなっている。ジャカルタの観光地などでは、天秤棒を担いだ伝統的な売り子が路上で、クラックテロールを売っているのが見られる。毎年開催されているジャカルタフェアでは、クラックテロールの露店が多数出店しており、参加者が必ずと言っていいほど食べる名物料理となっている。アングロの上で半分固まったクラックテロール。作り置きはせず、 注文喉に売り子が数と分ずつ作る。研いで水につけておいた毛ンをスプーンで小型の中華鍋に入れ、軽く煮る。卵を割り入れて混ぜ、さらに赤唐辛子、生姜、胡椒、塩、砂糖、ガランガルのような香辛料を加える。炒め油は用いないので、焼いているうちに卵が鍋に張り付く。そこで鍋ごとひっくり返し、 卵の表側を炭火に直接かざして火を通す。焼き上がった卵にスパイシーなセルンデンやエビ、揚げたエシャロットを振りかける。完成品の見ためはパンケーキに近いが、ゲロックテラーという名の通り、表面がカリッとするように仕上げる。起源ははっきりしない。植民地時代、クラックテロールは上流階級の料理であり、植民地政府や裕福な豚ウィジンが開く。 大規模な縁で食べられるものだった。料理学の専門家スラッチニエヌ・ガニエによると、クラックテロールは低質なもち米から美味で腹持ちが良い、料理を作るために考えられた。現代では、クラックテロールの売り子は、ジャカルタ土着の豚ウィジンに限らず、パダン、テガル、ガルト、チマヒ出身者も含まれるようになった。好んで、食べるのも豚ウィジンだけではなく、 中国人など他の民族グループにも人気がある。インドネシアローカルのキットカットフレーバーになったことがある。ありがとうございます。